うららかな陽気の中、悠々と海の上を泳ぐ30匹の鯉のぼり。小豆島の西の端、香川県土庄町の戸形地区で、春の風物詩として親しまれている海の上を泳ぐ鯉のぼりです。毎年この時期に、海岸から沖合およそ100メートルにある岩場にロープを渡し、鯉のぼりを掲げています。地域の子どもたちの健やかな成長を願い、1990年から始まった取り組みで、土庄港と高松港を結ぶフェリーからも見ることができます。また今年も去年に続き、世界平和の願いを込めて、ウクライナの国旗も掲げられました。色鮮やかで気持ちよさそうに泳いでいるので、このロケーションをぜひ生で見てほしいですね。写真じゃもう伝わりきらない感動が絶対あるので、もうぜひいらしてください。皆さん、海の上を泳ぐ鯉のぼりは来月7日まで掲げられています。